今回は西洋の呪術の第8回です。取り上げるのは、昌磨の声援、三十字の末形、邪神の妖術、この3つです。本題に入る前に、このチャンネルでは皆さんの人生を明るく楽しくする動画を送りますので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。まず最初は昌磨の声援です。これは積極的な性格になるというものです。引っ込み思案で困ってるなんて人におすすめの呪術です。まず最初に日の出の時刻に起きて、昌磨の声援なるものを持ちます。そして、アグル、ブルンニュ、フェールと3回唱えます。それでは、昌磨の声援のエネルギーを送ります。終わりました。次は三十字の末形です。これは何事にも恐れない強い心を持つという呪術です。動物の皮の切れ端に焼きごとでマークをつけます。それをくるくるくるっと丸めて自分の靴の中に入れます。それでは三十字の末形のエネルギーを送ります。
終わりました。次は邪神の幼児です。これは自分を見くびる相手をおじけづかせる、こういうものです。まず黒い布を左手の形に切り抜きます。それにチョークで虫の絵を描きます。そして絵を内側に巻いてくるくるくるっと巻いて自分の髪の毛でぐるぐる巻きにします。縛り付けます。夜になったらそれを針で線4回刺します。その際に呪う相手のことを思い描きます。ということで邪神の幼児のエネルギーを送ります。終わりました。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。